9月から日本で開催されるラグビーワールドカップを記念して日本代表の初戦の相手となるロシアの代表選手らを招いた歓迎会がモスクワの日本大使公邸で開かれました。Безусловно, сборная Японии будет, я думаю, с уверенностью подходить к этой встрече, но мы будем готовы удивлять. 24日の歓迎会にはラグビーロシア代表の選手やロシアラグビー連盟の幹部らが出席しました。ロシアの選手は日本代表には負けたくないという思いを口にする一方で、本物の日本料理を味わえる日が待ち遠しいと話すなど、日本滞在を楽しみにしている様子でした。今年のラグビーワールドカップでは開幕戦で日本とロシアが対戦することになっています。